魚の家館長細川正樹、あんたや。噂に名高い名探偵毛利小五郎さんと服部平次君、二人の華麗な推理書を拝見できると思ってきたんだが、どうやら期待した私が間違っていたようだな。言いたいことはそれだけかいな、細川さん。言うとくけどな。ほう。では聞かせてもらおうか。君たちの推理とやらを。わかっとるわい。今からちゃんと説明したるさかい。耳の穴かっぽじってよー聞いとれよ。ええか、お前が犯人やっちゅう決定的な証拠は次の3点。まず一つ目、鳥海の死体のそばにあった羽の塊や。犯人はこれでダイイングメッセージを隠そうとしたんやな。このことから考えると犯人は、いつ誰が来るかもわからんあの部屋で冷静に行動しとるんや。となるといつも落ち着いてる人と考えてええやろな。それから二つ目、魚の家にあったこの金魚鉢や。犯人は水の入ったこいつで魚住を後ろから殴ったんやろな。このこと、きちんと金魚鉢を元の位置に戻しとったんやから、几帳面な人やで。そして最後、魚の家にあったこの網や。犯人はまずこいつを魚住にかぶせて、それから首を絞めたんやろな。このことから考えると犯人は、凶器の網をそのまま残していったんや。よっぽど慌てとったんやで。なんせアリバイ作るためすぐに七崎と会わないかんかったからな、細川さん。以上の3点を合わせると犯人は細川さん、あんたしかおらんのや。これでもまだ切れるしらがあるっちゅんやったら教えてほしいもんやの。だからこの私が犯人だというのかね。残念だが君たちの推理には大きな抜け穴があるぞ。なんやで。まったくデタラメもいいとこだ。まあよく聞きたまえ。大きな顔できるんもそこまでや、細川さん。大滝藩、たった今ご拳銃が盗まれた古墳から検出された指紋とあんたの指紋とが一致したっちゅう鑑識からの報告が入った。よってあんたは盗賊団の一人。早速話を聞かせてもらいましょうか。さあおとなしゅう来るんや。ちっ、もう少しだったのに。けどなんやすっきりせん終わり方やな。なあ工藤、俺の推理間違ってへんよな。ああそうだなと言いたいところだが、なんか引っかかってるような気がするぜ。まあ細川は犯行を自白したから問題ないと思うがな。せやな。まあ細かいこと気にしてもしゃあないか。ここは一つ気取り直して、もう一回国家巡りのやり直しや。まだやるんか。当たり前や、まだまだ行ってないとこ行さんあるんやで。さあまたあの変な女が今うちに。ちょっと誰が変な女だっつーのよ。うわっ、で、出よった。もう何よ平次さんまで。話は全部聞いたわよ。行きましょ、異国間巡り。
今度は全員でね。え？だってみんなと回ってたらまた事件が起きそうじゃない？ちょっとあんたな。やれやれ、今日はもうコリゴリや。まあこんなもんかな。